ヒロアカ411話を見たみんなの反応集。ではどうぞ。イズクが頑張ってるのなんでこんな泣けるんだろう。頑張れのこの文字が、本当にぴったり似合う男だ。マジで凄まじいな。素晴らしい男だよ。ずっとバチバチに個性使った状態で戦ってたから元のフルカウルのみで戦ってるのすごく変な感じイズク。無理はするな。頑張れ。両手を振って走り出せてるってことがもう先週までを見てた自分としては感動ものなんだよな。ここアニメで見たら一生分泣くかもしれない。以前は頑張れって応援されるところ一声だけだったけど今はちゃんと全員から託された思いを持って頑張ってるイズクが本当に素晴らしい。かっこいいよお前。みんなが頑張れ、頑張れ。って応援してるの本当に泣ける。UA にいたイズクを突っぱねた兄さんもしっかり応援してるのがたまらんのよ。コウタくん、エリちゃん、他のみんな。みんながエリちゃんを応援してるのが本当に泣けるマジでイズク。ぶっ倒せ。頑張ってくれ。まさかまさかのワンフォーオールなくなってしまった。やっぱりイズクは最終的に無個性エンドか。なんなら個性因子というものが全員から消えるか。復興するにあたって、個性がないとどうしようもないから多分個性がなくなったのはイズクだけだと思う。このラストは想定してたけどやっぱきついな。もらったもの、借り物、それが前提の個性だったからここで消滅する方が、話の筋は通ってる。確かにそうだよなぁ、と思うわ。きついけど、腕がなくなるとか言ってた奴らこれちゃんと見てるか？腕がなくなる前の状態に戻っただけで腕がまたなくなると思えないんだけどな。腕なくなると思ってた奴なんているの？だとしたら読み込んでなさすぎんか？どう考えてもちゃんとエリちゃんの個性で回復してただろ。腕がなくなると思ってた人間は一定数いるよね。3分前の状態に戻っただけで、ここからまた崩れるってことはないと思うよ。まあいいことはなんとなくわかる。みんながヒーローをしてるのが本当に泣けるのよ。マジでやっと全員集合って感じで最高だわ。本当にめちゃくちゃかっけえよみんな。A 組というかみんながバラバラの場所で戦ってる時点でもう集合することはないと思ってたからここに来て全員集合は熱すぎて泣いてまうて。みんながボロボロになりながらでも、ちゃんとクラスメイトとしてイズクをサポートして助けに来てるのが本当に泣ける。あまりにもかっこいいよ。お前らみんなヒーローだ。避難先の人が先週くれたシャツをしっかり着てるのいいな。ボロボロの体が少しでも動けるように力に変わってめちゃくちゃ頑張ってほしいわ本当に。避難先の人からもらったシャツを身につけてるのはめちゃくちゃいいと思うんだけど、このイズクがナチュラルに出してくるオタク久しぶりで笑っちゃったわ。イズクこんなボロボロなのに T シャツを見てしっかりオタク出すのめちゃくちゃ初期の頃を思い出せていいな。おもろいしかわいい。全身にボロッボロのダメージ残ってるのにそれでも戦おうとする姿がもうかっこよすぎるのよ。マジでどれだけ長い間戦ってたんだ。こっちはダメージ蓄積するのに、相手にはダメージが蓄積されないとかいうバカみてえなやりとりをずっとしてたからね。そう思ったらとんでもないよね。雷が今一番強いのはイズクって話をしてたけど、そのイズクがこんなボロボロになってるのに、それでもみんなで立ち向かおうって思えるのが本当に立派なんだよな。みんなを見て安心して涙を流してるのか、顔の感じとかが前の作画の感じに戻ってるのすごくいいな。闇落ちデクも好きだったけど、割と最終決戦始まってからは闇落ちデクの出番はなかっただろ。あのかっちゃんの謝罪からイズクはずっとこんな感じだと思うで、みんなが来てくれたって嬉しさと安堵から涙を流してしまうのめちゃくちゃわかるわ。そら安心するよな。マジでよく頑張ったよ。ミネタがあまりにも主人公しすぎててびっくりなんだけど、やっぱりこいつら主人公だったのか。お前ここ数週間めちゃくちゃかっけえぞ。ここに来てミネタがめちゃくちゃかっこよくて突然株が上がり始めるのマジでなんとかしてくれ。好きになっちまうじゃねえかよ。ミネタのこと大好きだったけど、ここ最近もっともっと好きになってきてしんどい。
本当にいいキャラだわ。大好きだし、かっこいいし、たまんねえよ、まったく。まあそれでもやっぱりみんな満身創痍だからな。この状態からどうやってラスボスに勝つのか。マジで勝ち筋が見えないんだよな。マジでそうなのよな。イズクの個性があったからなんとかなったけど、もうないらしいし、残り火でダメージを与えられると思えないよね。まあそれはあれでしょ。弔が苦し紛れで帰ってきて、最後にヒーローになって金卵と抹消してくれるでしょ。楽にそれ以外で勝ち筋なくないか。まあみんなで協力すればと思ってたけど、こやーかてんは弔の時よりも化け物感に拍車かかってない。こうなってきたらもう手つけられんだろ。こんなガチャガチャしたいかにもラスボスってのを残存してる兵力でなんとか攻略するの最終決戦って感じで、めちゃくちゃワクワクするなあ。あまりにもオールフォーワンがラスボスすぎるけど、こんな敵をこっからどうやって攻略していくんだ。これもうどう考えても無理じゃないか。ゼロくんがこの姿のオールフォーワンを見てもケロッとしてるの、沼すぎるんけど。何、いつからあなたそんなにたくましくなったの。好きなんですけど。ゼロくんまで急に主人公みたいな感じ出しちゃって、もうみんなマジでかっこいいよ。特にお前だけどな、本当にこの敵を前にして普通に答えれてるのすげえわ。とどろきもう復活はないと思ってたけど、エンデバーまでぶっ飛んでくるのはさすがに予想外だったな。二人の大技かっこよすぎる。かっちゃんは多分このまま病院かどっかだと思うけど、とどろきが来てくれたの熱すぎるな。飯田くんも病院かな。お疲れ様やで。ゼロくんがずっとかっこいいのどうにかしてほしいわ。マイクもかっこいいし、死ぬほど湧いたわ。本当にすげえ、みんなでぶっ倒してくれ。マジでこの漫画は全員が主人公だから本当にすごい。それぞれのドラマがあるとかじゃないんだよな。なんだろう、もう全員が主人公なんだよな。オールフォーワンが母親の個性を多用するのは初代と同じで自分に与えられたものだと考えてるからなのかな。人から奪う力を持った男はもらうことにひたすらに飢えているのか。トガパレードの時は稲佐がいたら多少対処できてしまうから気絶中という感じもした。攻撃をそらす担当として強力だから、ヤバくなった時に来てくれたらいいな。ひっそり期待。爆豪お茶子と小闇は重傷そうだけど、飯田は来れそうな感じだけどいないんだな。もしかしたら来週委員長としてデクの友人としての見せ場があるかもしれないけど。振り返ってみるとゼロくん何気にトドロキくんとの絡みそこそこあるんだな。アニメエンディングで部屋出たとこのトドロキと絡んだり、一緒に出かけるだったかも。8周年カラーでゼロがトドロキの手を取ろうとしてたり、お茶子未成年の主張会でデクをバッシングして海外リアクション勢やライト読者からそこそこヘイト買ってたオールマイト T シャツの青年、ああいう役回りの人を主人公の前に立ちはだかり、押しのけるべき壁や悪意として描くのではなく、社会情勢で生活が壊されて不安でしょうがなくて助けを求めている人、そして同時にヒーローを助けてくれる人でもあると描くのあったけんだ。ヒロアカしがらきがオールフォーワンに体乗っ取られてフォームチェンジしたのを見た時、デクももう一回くらい外見変わるんじゃないかなと思ってたんだけど、これがファイナルフォームなのかもしれないな。黒霧が空中に射出してすぐゼロがテープ回収してる。あたりエンデバーもトドロキも自分ではまともに動けない可能性ある。爆豪飯田と小闇お茶子がまだ？こうなったら全員集合してほしいけど、かっちゃんは一足先に合流矢印協力矢印頑張れよまで済ました判定でわかると、小闇くんお茶子のヘリ移動組は上空でシーン参加できそう。委員長は大鳥かやっちゃえ、星ヒーローポジかもしれない。あの肉体に複数個性使えるから、事実上全盛期のオールマイトと敵対してるようなもんだからな。ちょっとした攻撃も10人以上で対処しないと防げもしないし、超再生持ちだからダメージも回復されるやつ。普通のシャツ着てるだけの少年がこんなにもかっこいい、これこそ頑張れって感じのデクだ。トドロキ親子頑張りすぎやろ。ありがとう、みんなが駆けつけたところの見開き最高。マジでヒロアカがあまりにも天才すぎるよ。本当に大好きだ。もう涙が止まらないんだよ。
こんな神展開用意してくれて本当にありがとう。ボロッボロなのはみんな同じなのに、それでもこんだけ強いラスボスに立ち向かおうとしてる。みんながちゃんとヒーローしてるんだよな。この展開は正直予想してなかったわ。まさかみんな来るなんて。こないだ心配してた雷くんとか来ててもう涙がドバッドバ出ました。みんなの登場も号泣ものだし、エリちゃんの将来の夢も死ぬほど泣けるし、本当にもう涙腺枯れるので勘弁してください。エリちゃんの将来を歌したいのっていうのがマジでもうなんかあまりにも尊すぎて、鳥肌も涙も止まらなかった。絶対叶うよ、大丈夫。自分が言ったら足手まといになることも全部理解して、自分の力の一部を託すけなげさには驚いた。賢い子だな、お歌できるといいな。泣きました。イズクーでも取ってよかったよ。エリちゃんの能力が絡んでくるのかなと思ってたけど、本当にそうなってよかった。お歌聞いてくれ。この場合ほとんど意味はなくって言ってるエクト先生の言葉がめちゃくちゃ気になる。これ 2,3 分したらまた腕なくなる感じ。どっかの扉絵でイズクの腕が義手で描かれてたから、このまま行けば多分腕なくなるんだろうな。これはあくまで戦いを持続するための応急処置か。エリちゃんが戦場へ行こうとするのをエクト先生が止めた後から、行けなくても力になる方法はって真剣に考えたんだなって思ったら、本当に胸が熱くなる。エリちゃんは自分が戦場へ行くことがどれだけ心配と迷惑をかけるかをちゃんと理解してるからこその角を折るって方法だもんね。本当に偉いよ。かっこいいわ。エリちゃんの歌したいって夢を聞いてから、学園祭のジローちゃんの歌を聞いたんだけど、本当にありないくらい泣いてしまって恥ずかしい。この話見た後に文化祭の話もう一回見たら本当に大号泣する自信あるわ。後でそれしてみよう。いつかエリちゃんもステージで歌ってほしいね。黒霧は正直あんまり好きくなかったけど、こうやって起動してくれてよかったわ。まだそこに白くもの石があるのかな。黒霧の説得に一回失敗してる相沢先生たちが、今回はやっとその思いを伝えて、しかもちゃんと黒霧が協力してるの。クソ泣けるんだけど、ここに来て相沢先生が来た理由まで胸熱にして、伏線を回収してくれるの。堀越先生、あんた普段何色ったらそんなの火つくんですか。プレゼントマイク最初は何も考えてないひょうひょうとした感じのやつかと思ってたのに、どんどん好きになる。こういう泥臭い大人大好きだわ。子供みたいな陽気さも持っていれば、大人みたいな冷静さを持ってるから、そのバランスがすごく。堀越先生は描くのが上手で、しっかりとキャラにも作品にも引き込まれる。マイクが必死に言いたくない言葉を並べてる感じが辛かったし、いつも冷静な相沢先生が白雲としての可能性を信じようとしてるのが、いつもと逆ですごく良かった。泣いてねー、男の子だぞ俺は。が絶妙におもろくて壺に入ってしまった。マイクらしい発言があるの嬉しいな。泣いてねえ、男の子だぞ、おもろいな。男の子だったら泣かないと思ってるのもめちゃくちゃ可愛いし好きだわ。相沢先生が原点があるのならって言ってるのがマジで泣けるんだよ。本当にやっと思いが通じた感じして最高だった。マジで最終回に近づくにつれて、どんどん展開が神展開になってきててさ、最高すぎるんだよな。相沢先生がいい男になりすぎてる。プレゼントマイクとイレーザーヘッドと白雲くんは切っても切れないつながりがあるからな。ここでその原点について触れるってのがたまらんすぎた。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、動画が面白かったと思う人は高評価、チャンネル登録、コメントをお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。